へえ、聞いていた通り体内のチャクラがうまくコントロールできないや。基本的には体術を使えばいい。それにさっき渡した丸薬を使えばある程度はチャクラコントロールもできるはずだ。オロチマルが作った薬だろ、大丈夫なの？嫌なら飲まなくてもいい。俺は飲んでおく。チャクラが乱れると心も乱れかねないから。うちはやめとくよ。もともと戦闘に参加する気はないし、いつでも平常心は保てるから。とか言ってみんなよりも多く持ってるのはなんでかな。これはそう、これはみんなの予備だ。お前らすぐになくしそうだしな。それって今考えついたんでしょ？うるせえ、どうだっていいだろ。カーリン、言っていることと行動が違うぞ。行くぞ。カリン、誰かいそうか？待ってて。一人、まだ遠くだけどいる。カリン、どうだ？さっきよりも近づいている。千鳥！何かわかるか？さっきと変わらない。一人いる。随分激しい揺れだったね。サスケ！どうした？一人増えてる。近いのか？さっきからいるやつと同じ場所にいる。よかった。目的地が増えなくて。扉が開かないなら天井を壊そう作戦ですね。ま、そんなところだな。うん、初めからやればよかったのに。なんでもないっす。それにしてもここって源流がいるはずじゃなかったんすか？どうやらここにいた源流が木の葉に行ったみたいだな。ってことは外れっすね。まあいい、他にいそうな場所を確認してきた。単に飛び回ってただけじゃないっすね。先輩、誰か来ましたよ。その消息、お前はどこかで見たような。イタチさんだ。似てるな。ってことは君がサスケくんか？怖っ。こんなガキにあのオロチマルがやられたとはな。未だに信じられねえぜ。いい目で睨みやがるぜトビ。イタチさんに後で謝らなきゃ。シャリンガンか。やっぱこいつイタチの弟だぜ。決闘に恵まれただけの勘違いやろうが。早い。え？まずは一匹。よく喋るお前の方にはイタチのことを聞く。こいつ何やってんだトビ。ガキだからって気抜くなよ。瞬身の術が早すぎて僕らじゃ無理っすよ。トビ、こっちへ来い。トビ、よくやった。ミオルジ、お前は離れてろ。お前の足元にはすでに地雷が敷き詰めてる。追いつけたら自動爆破。足場はそこだけだ。そううまく攻撃をかわせっか。ミオルジ、ミオルジ、やるじゃん。おら！
よるじゃ。やるじゃん。おら。よるじゃ。よるじゃ。傷だらけのサスケ。やるじゃん。やっても時間の無駄だ。引くぞ。逃げるんすね。うるせえ。お前は後から追ってこい。先輩、追ってこいって言っても僕は空飛べないっすよ。ああ、逃げられちゃった。